de tío.
きた、味噌汁もできた、よいしょ、いい天気だ。
食べるよ。今炊きたてじゃなくて、味噌がまだ溶けてない。白ご飯食べないんだよね。焼けてる。終わっちゃったから早く食べないと、もうまずいな。天気だな。そう。気持ちいい。
しない。練りからし。ない。買ってない。これすごいじゃん。ヤス君の好きなもののオンパレードの椎茸 B ホタテ。ホタテもある。海鮮炒め。ラー油あるの？ある。その辺は埋まってな。その左の方とか。ちっちゃいの、赤いの。油まみれになってる。海鮮好きだね。中国行ったら海鮮だらけね。実は好きか。中華料理は好き。もともと本場中国だと海鮮尽くし。山盛りでできるね。2棟が全焼するなどし、高齢の男性1人が亡くなりました。消防によって連盟の消防が何かしか入れた。昨日行ってらっしゃったとは。昨日午後10時過ぎ、山鹿市鴨戸町で家が燃えたと消防に通報がありました。火は無職古賀秀夫さんの木造瓦葺きの2階建て住宅1棟を全焼しました。また隣接する住宅などにも燃え移り、住宅1棟が全焼、住宅と納屋合わせて2棟が一部焼損し、およそ4時間後に消し止められました。この火事で出火した家に住む秀夫さんが死亡、また妻信子さんが火傷を負い病院に搬送されました。警察と消防が火事の原因を調べています。皆様こんにちは。そしてこんばんは。及川エビサです。今日のテーマは脱炭素世界的流れにサウジがエコーということでお送りいたします。ぜひお付き合いください。本題に入る前に、このチャンネル、ここ1週間、私の方から、投稿できないようにいわゆるバンされてました。理由は1年前のアメリカのテーマだったんですけど、オバマ元大統領に関する動画が、YouTube のガイドラインに違反しているということで、自主的なバンということになったんですが、まあその違反というのが、特定の人物に対して嫌がらせというふうになったとして、別に嫌がらせしたつもりはないんですけど、普通にアメリカのメディアが報道している内容をそのまま伝えるだけなんですが、それが特定の人物に対して嫌がらせだということで、違反だということになりました。まあもうこれはもう仕方がないので、1週間投稿をできませんでした。で、その間にこのブレイキングニュースは、私のセカンドチャンネルの方で、お送りしておりました。及川焼久ザ・インスパイアリングチャンネルという、まあ、こういうチャンネルが実はありまして、こちらの方で、動画を投稿しておりました。この件をですね、皆さんの中で、いろんな形で、広めてくださった方々、及川の動画がこのセカンドチャンネルで出てるよと、ここを見たら見れるよということを、広めて
31日に選挙特番を行うことになりました。10月31日の夜9時に衆議院選の特番ということで、これはあのニコニコチャンネルさんの方で毎回なんかやってるみたいなんですけど、投票日、投開票日ですね、あのこのニコニコチャンネルの中で、このチャンネルを持っている人たちがそれぞれ選挙特集の番組を同時にやるんですね。で、百田直美ちゃんの一人でもいろんなチャンネルがやられているので、まあ、今回、私も初めてなんですが、選挙特集を行います。あの8時から開票が始まるので、開票速報としては、まあ、どこの選挙で誰が当選したとかというのがいろいろ出てくると思うんですが、まあ、私のチャンネルの選挙特番ではそういう個別の、まあ、当選学生と言いますしよりも、今回2021年の衆議院選挙というのは国際的な視点から見てどういう意味があるのか、それを考えている、そういう点で国際的視点からの2021衆議院というテーマでお送りしています。夜9時から12時半まで、まあ、あの並びたら11時までやるかもしれません。ゲストに国際政治学者で元参議院の浜田和之先生、ちょっと昨日のニコ生でゲストで出ていただいたんですけど、31日に続けて出ていただきます。それから国際金融アナリストの大井幸子さん、大井幸子さんはちょうどアメリカにずっといらっしゃってムーディーズのアナリストやってたりとか、確かリーマンブラザーズですね、にもいらっしゃったりとか、国際金融のメンバーでずっといらっしゃった方です。今は日本で、このアナリスト、国際金融アナリストということで金融投資面の、まあ、コンサルタントみたいなことをされているんですが、YouTube もされてますし、あのブログもやられています。で、今回はこのチャンネルにゲストとして出ていただいて、国際金融の視点から就任されて、もう一人、野沢浩一さん、永田町の有名な選挙コンサルタントです。この野沢さんによって、当選した国会議員になって、今やの大臣にたくさんいらっしゃるんですけど、この野沢浩一さんに、まあ、この方は誰よりも全ての選挙に精通してますので、この選挙というのは2021年の衆議院選、過去の流れから大きく変わる歴史的な転換点であるということをお話しいただこうと思っています。というのをお知らせで、今日のメインはこの脱炭素の世界的流れにサウジアラビアが実は抵抗し始めたぞという話なんですね。これは昨日10月22日のウォールストリートジャーナルの記事です。サウジアラビアは COP26 の前に、石油投資削減に抵抗というそういう内容なんですね。これどういうことかと言いますと、サウジアラビア、この新規の石油とか天然ガスの開発、これへの投資を削減するという要求があるんです。これは脱炭素を唱えている、まあ、国連などそれからあの、IAEA とかっていう、まあ、エネルギーとかこういうところからもうこれからも脱炭素なので、この CO2 を出すようなあの石油とか天然ガスの施設の開発、これはもう削減すべきなんだというそういう要求を受けているんですね。この要求に対しては反対するようにサウジアラビアとその仲間の生産国に促しているという話なんです。仲間の生産国って例えばナイジェリアであったりアフリカの、中東のクウェートであったりオマーンであったり、これらの国に共通するのがみんな産油国です。そしてこういう、まあ、化石燃料ですね、脱炭素の目の敵にされている化石燃料、こういうもので食っている国です。でこういう部分が途上国でもあるので、まあ、クウェートもまあ必要ですけど、ナイジェリアの中でも途上国なので、こういう国々が石油天然ガスの投資をもうやめろって言われたら、もう国自体の経済がものすごく落ちてしまうんです。死活問題、サウジアラビアは世界
一の石油産業の産業で、そういう国にとってこの脱炭素の、まあ、話としては分かるし、その流れに一応乗っかろうとはしてるけど、その化石燃料の石油天然ガスの施設はもう作るな、それには抵抗しようじゃないかと、お茶は1回ぐらいやってるんだっていう、うん、これはウォールストリートジャーナルの、スクープ記事だと思います。そもそもウォールストリートジャーナルは前から脱炭素に対しては懐疑的ですね、懐疑的な、疑問を出すような記事とか意見が多いですね、ウォールストリートは。まあ、経済誌なので、ある意味当然そうなると思うんですけど、でもこのタイミングってどういうことかというと、実は G20 が、イタリアで10月の30日から31日に行われる今月末なんです。まあ、日本ではちょうど選挙のことなんですが、ここで G20 が行われる。で、この今年の G20 のテーマは何といってもこの脱炭素。そしてその直後に COP26 が、イギリスのスコットランド・グラスゴーですぐ翌日からですね、11月1日から2日、COP26 というのは国連主催で、この脱炭素を具体的に話を、どうする、具体的にどうするかということを決める会ですね。特に今年の COP26 はもう具体論に入っているということなので、非常に重要なんですね。で、この COP26 の前に、開催の前に、この二酸化炭素の排出量削減目標、これを NDC と言います。この NDC をそれぞれ国連に提出しなければならないわけです。で、今そのタイミングなんですよ。で、ちょうど日本もですね、衆議院選挙中ですけど、岸田政権の閣議で、日本の NDC ってことで何を提出するかというと、2030年の中間目標なんですけど、2030年までに 46% 削減するという、まあ、前から出てた全政権が出てた数字ですね、46% 削減するという数字を提出するということになりました。ところが、この NDC、これを決められていない国が結構ある。それが今回のサウジだったり、それから中国もそうですね、そしてインドもそうです。で、こういう国々がそんな簡単にいつまでにどれだけ削減しますか決められないんですよね。で、その、まあ、代表格のサウジが、まあ、このタイミングで、国連中心の脱炭素に対していよいよ抵抗を始めたという、面白いですね、という話なんです。で、そもそも、2050年までに地球温暖化の、原因と言われている、天然ガスとか二酸化炭素、こういうものをですね、実質ゼロにする、この目標が、まあ、数年前の代表的なターゲットです。で、この実質排出量ゼロというのは、これ一体そもそも一体何だったのか、それが地球温暖化の、温室効果ガスが犯人なんだという、温室効果ガス犯人説に基づいているわけですよね。で、この温室効果ガスをの排出量を実質ゼロにする、2050年。その目標をそれぞれの国で考えてくださいと。で、今回は特に中間目標を出してください。それが大体2030年までにどうするかという目標なんですね。で、この実質ゼロっていうことなんですが、これちょうど、このチャンネルがランされているこの各週間の間に、そもそも脱炭素とは何なのかっていうのを誰でも分かる資料っていうことで、2回に分けて全体の講演で取り上げました。で、その中で、この実質ゼロの意味というのをお伝えしたんですが、この温室効果ガスの排出量、これがまあまずあるんですよね。で、これをまあ減らすというのは当然なんですが、ゼロにはできないので、一方、森林などのこの温室効果ガスを吸収してくれるもの、こういうものを増やすことによって、
差し引きゼロするというのが実質ゼロという意味です。でこれは日経新聞の昨年の12月24日の記事に出てきたその実質ゼロの仕組みの図なんですけど、このオレンジこれが今の、まあ、一応2018年度なんですが現時点での日本の、排出量です。それが11億3800万トン、約11億トンの排出量ですね、年間に。一方、吸収している量もあって、それは日本の森林などが吸収してくれているのが5590万トン、まあ、わずかではありますけど、一応吸収してくれている。これを2050年のネットゼロにするということなんですが、実質ゼロというわけですから、この排出量をぐっと減らす。でもゼロになる。ゼロになるので、この吸収する分を増やす。で、この排出量をこれだけ減らすのはこれ大変なんですよ。この吸収量を増やすってどうするんだろうっていうことで、この森林を増やすっていうのもあります。それから、この排出されている、この温室効果ガスを集めて、地下に所有する、地下に埋め込むとか、海に埋め込むっていう、こういう技術があるんですね。で、これをやりましょうという、それで吸収量を増やすという、そういう話なんですね。で、これに関してですね、まあ、世界一の産油国である、サウジアラビアは、今まで何て言ってたかというと、これ、ムハンマド皇太子が、今年の3月27日に、この循環炭素型経済っていうのを提唱しました。こういう発表をしました。これ何かというと、サーキュラーカーボンエコノミー、循環炭素型経済って言って、まあ、要はですね、先ほど の、吸収量を増やすということですね。まずこの CO2、二酸化炭素の排出量を削減する。まあ、これはもう基本だったんですね。で、その排出された CO2 を回収する。回収した CO2 を再利用するということです。これが循環炭素型経済だということですね。いまいち具体性があるようでないので、まあ、一応これ目指すっていう今のところ話ですね。で、一方、この吸収するということで、グリーンイニシアチブということを言っていて、要は植林なんです。この砂漠地帯に植林すると、砂漠を緑で覆う。サウジアラビア国内にかけて、10億本の木を植える。だから中東地域全体で400億本を植えるという。まあいいことなんでしょうけど、これでどれくらい吸収されるのか分かりませんが、こういうこともやる。それからさらに、グリーン水素、ブルー水素という水素の道を借りたものを着目してまして、このグリーン水素とかブルース水素というのは、まあ、これから の、 このグリーンエネルギーの、まあ、新規市場というふうに言われているんですが、今後多分数千億ドルの規模になるだろうと言われています。これにも力がある。まあ、いろいろありますけど、さらには太陽光発電ですね。これは、サウジアラビア国内の、まあ、電力の 50% をこの再生可能エネルギーにするんだと思うんですが、ここはやっぱり砂漠地帯で、日射量の方ですね、平均の年間日射量っていうのが1平方メートルあたり石油 1.1 バーレル分に匹敵するっていうんですよ。これ結果になると思うんですけど、まあ、これをやりますよ。こういうふうにさまざまな努力目標を具体的に出されてはいるんですが、しかしだからといって石油天然ガスの新規開発の削減、これには応じない。それも仲間の国に声をかけてみんなで抵抗しようというのを言い出したということです。脱炭素の世界的な流れ、これはどうも変化が起きそうなんですね。日本はこの脱炭素のために、ネットゼロのために、日本の一番強みである、石油産業、そのガソリン車を、新規にゼロにするなどということを、まあ、言い始めてますけど、本当にそんなことしていいんですかというのは、このサウジのテーブルからも考えられるのではないでしょうか。今日はここまでです。ご視聴誠にありがとうございました。
皆さんこんにちは、赤平の中国週刊ニュース解説でございます。今日は、ね、ニュース解説の前に、まず一冊私の最新刊の、本を、ご紹介させて、オーカスというのがやってきて、まあ、イギリスも入ってきて、フランスも、ね、入ってきて、海から、ね、中国を包囲するという本物が、まあ、徐々に、ね、出来上がっている。でそれはまた人権問題でね、自由世界人を含めてね、中国に対して非常に厳しい姿勢を、取り始めて、あるいは、まあ、台湾に関しているんですよ。今アメリカ先日ね、バイデン大統領を発言があったんでしょ。台湾を守るっていうのが、要するに中国の習近平政権の侵略的、拡張的、政策に対してですよ。世界が徐々に、ね目覚めておりまして、それでいかにしてこのアフロ帝国を封じ込めるかっていう戦いが、始まってるということと、じゃあ今後この戦いで一体どう展開されていくかということを、まあ私なりにまとめて、まあ、出来上がった一冊でございますけども、まあこれはまあ大きな目的を、まあ、ちょっと紹介します。上昇はね、なぜ世界は中国と戦われていかなければならないのか、第一章は世界は習近平を絶対に許さない、第二章は習近平思想の正体、第3章は、台湾危機の真相、第4章は、世界が知るべき中国経済の巨像で、第5章、まあ、で解説を、したいと思います。まあ、一つは、迫ってくるスタグフレーションの悪夢、インフレと所得減、失業拡大の同時進行、2番目は、ね、ピアロ王子を込めた徴用工種、工種による監視通報システムの恐ろしさということですけども、じゃあまずこのスタッフレーションの話からしますと、前回のこの番組は、先週の土曜日のこの番組では、インフレの話を取り上げて、まあ、要するにこれから中国にね、インフレがね、物価の上昇で、ね、迫ってくるという話をしたんですけども、しかしそれ以来、この2週間の動きを見てみますと、どうやらね、迫ってくるのは単なるインフレではなくて、インフレよりもさらに恐ろしい事態がね、起きてくるんです。それはすなわち、スタグフレーションということです。まあ、ご存知の方も多いと思いますけども、いわゆるスタグフレーションが、要するに経済が減速する一方において、同時進行的にインフレが発生する。経済減速すると、当然みんなの所得も減り、また失業も拡大する。しかし、その中で物価だけが上がっていくということがね、まあ、どこの国っていうのもね、まあ、あるような悪夢ですから、これはね、この悪夢が確実にね、今後の中国にね、恐れてくるだろうっていう話です。それはどういうことかとなりますと、ちょっと前回の話もね、多少、重なるんですよね。もう一回、まあ、皆さんどこでもね、まあ、前回の話は多少復習するような感じでね、まず、一つは、物価の上昇の話をしますと、前回の話したように、ね、10月14日にね、中国の国家統計局が、中国9月の生産者物価指数は前年同期でね、10.7% の上昇したということを発表したんです。いや、それはね、中国政府がこの数値のね、統計、始めていない、まあ、1996年の10月にね、この統計が始めていない、最も高い数の比率であって、まあ、1割以上ね、上がってしまったとは、まあ、かなり大変なその、上昇率という話です。まあ、当然ね、前回の話したように、生産者物価指数の上昇がね、当然ね、いずれか消費者物価指数、要するに消費財の価格の上昇にも波及してくるんですから、ですからね、9月のこの数字からすれば、これからまさに、ね、中国の、ね、インフレで、ね、まあ、やってくるという話になるんですが、さらに、ね、
それに反射をかけているのは、まさに天力の話、中国国民は10月8日にね、石炭火力で発電した電力の価格については基準価格から最大 20% の変動を容認するというふうに発表したんです。まあ、要するに今まで中国政府が電力の価格を高騰して、それ以上ね、要するに値上げは許さないという話になったんですが、しかしこれからもう 20% 値上げしてもいいよということになっちゃうんです。大体政府が 20% 値上げしていいよとなると、まあ、電力会社みんなでギリギリ 20% 上げていくんですよ。じゃあその理由が、まあ、要するに前回も話したように、やっぱり石炭の価格の高騰でね、火力発電のコストが上がって、しかしその中で電力の価格が上がらないと、値上げしないと電力会社で発電すれば、まあ、損するという話になっちゃうんですから、それで結果的には電力不足につながったと。で、それ中国政府は電力不足を解消するために、これからね、10月から電力の、ね、価格の、ね、大幅な上昇を容認することになった。そうなると当然の結果として、この電力価格の上昇が、またもやね、生産材、消費材の物価の上昇につな、がるということが、要するに今後で、もうインフレの大波がもう襲ってくることが、まあ、かなり現実味をね、帯びてきているということで、ございます。まあ、要するにインフレがね、やってくるんですって。さっき、道路さんがお話ししましたように、問題はやってくるのはインフレだけではない。スナックインフレーションが来るんです。それどういうことかと言いますと、さっき物価上昇の話したんですけども、で10月の18日に、中国の国家統計局が、今年の第3四半期、まあ、要するに7月から9月までの、この第3四半期の国内総生産 GDP の伸び率を発表したんですけども、まあ、一応成長は成長してるんですけど、しかし前年同期、と比べれば、まあ4.9% が増えたんですけども、しかし問題は、それはね、第2四半期の伸び率、要するに4月から6月までの第2四半期の伸び率の 7.9% 超からね、大幅に、まあ、落ちてしまって、まあ、要するに結構減速していくのが、よくわかるんです。実はまあ日本でもね、まあ、いろんなマスコミも報じていまして、これ、当日で18日のね、NHK のそういうニュースですけども、やっぱりね、伸び率縮小、経済減速が鮮明というふうにね、まあ、報じているんですけども、しかし、実はね、9月、10月にね、そういう成長率が、まあ、落ちているだけではなくて、いろんな数字はね、結構悪くなってるんですよ。要するに経済のパフォーマンス、消費とかね、示す数字ね、この数字見ても結構悪くなってるんです。まあ、例えば10月の8日にね、中国の文化観光省が発表したところによると、国慶節、要するに、10月1日から7日までの国慶節、大型連休期間において、国内の農耕の収入は前年同期、去年の国慶節の大型連休と比べれば 4.7% 減となったんです。しかも、それはね、コロナ以前の2019年の大型年休と比べれば4割も減ってしまったんですよね。要するにみんなね、もう大型年休になっても昔のようにね、旅行に出かけるお金使うということが、僕の人々が、そういうことをしなくなっちゃったということ。さらにもう一つびっくりするような数字ですけども、10月の12日にね、中国の自動車工業協会が発表したところでは、9月の国内の新車販売台数、やっぱり前年同月、つまり去年の9月と比べれば 19.6% 減ですよ。約2割も減ってしまったということです。さらに別の数字も出ています。それはね、10月15日に中国情報通信研究院が統計したところによると、中国9月のスマートフォンの出荷台数は、去年のね、9月と比べれば、
5.7% って、まあ、要するにみんなね、まあ、旅行にもあまり出かけなくなったり、車もね、多くの人々は買わなくなっちゃったり、スマートフォンもね、出荷台数も減ってしまったりということが、要するに消費はね、もう完全に冷え込んでいる。それと同時に、まあ、前々回でもこの番組で、まあ、不動産の話を取り上げたんですが、やっぱりね、大型連休において不動産も触れなくなっちゃったんです。今ここでお話ししましたようにね、大体ね、毎年の9月の国慶節の大型連休、要するに中国でね、車が一番、住宅で一番売れるんですよね、地域、まさに大分週間だったんです。しかし、今年になると、全然は大分ではなくなっちゃったんです。中国の、まあ、国内の人権、機関が発表したところでは、まあ、大型連休においては中国全国の独自の都会では、新規住宅の販売面積は前年同期と比べれば 43% 減ですよ。上海の場合ね、それはね、88% 減、約9割も減ってしまったということが、それはまさに不動産市場の、まあ、地滑り的な沈没というしかない。で、不動産市場が沈没する。その一方、さっきも話しましたように、車も売れなくなっちゃった。スマートフォンも売れなくなっちゃった。旅行に出かける人も減ってしまうということが、要するにね、消費と不動産市場両方ね、大幅にね、沈没してるということが、それを意味するところが、要するにさっき申し上げた経済の減速はね、第3四半期だけのことではなくて、もう10月から、ね、もう第4四半期がもう始まっていますから、10月のこの状況ですからね、おそらくですよ、第4四半期においても経済がさらに落ちてしまう。そうなると、しかも来年になると、まあ、不動産市場でますます厳しくなると売れなくなっちゃうんですよ。不動産投資は大幅に減る。まあ、前日もここでお話ししましたようにね、不動産投資で大体中国経済の、まあ、3割ぐらい創出してるんですがね、まあ、波及効果も全部含めて、その不動産投資が大幅に減ってしまったら、場合によって中国ね、これだけで1割か2割の GDP を失ってしまうということが、今後ね、要するに経済のさまざまなびっくりするような経済の減速が今後起きてくる。しかし、それと同時に、さっきも話したように、物価が、ね、上昇してくるんですよ。要するにあれ、インフレが発生してくるということは、ね、典型的な、スタグフレーションが、今後ね、まあ、やってくるという。まあ自分でもね、最近スタッフレーションという傾向になっていまして、まあ一部の企業では、まあ日本もそうなるのではないかという話ですけど、しかし日本と中国の場合がやっぱり違うのは、日本の場合、一応ね、まあそういう貧困層がそれほど多くないでしょ。しかし中国の場合、一番の問題が貧困層の裾野が非常に広いんです。だから去年か、それとも2020年か、李克強、中国の首相はね、2019年の話したんですよ。李克強首相が、いや中国で6億人の人々が月給1000元の生活しているという話したんです。月給1000元というのは、まあ、日本にしては1万5000円ですわね。まあ、日本では1万5000円、生活保護も1万5000円より多いでしょう。しかし中国の現に6億人の人々は月給1000元でね、1万5000円くらいの、まあ、お金で生活してるんです。じゃあそういう人々はね、大体ね、経済減速がやってくると、そういう人々に限ってはやっぱりさらに収入が減るんです。さらにね、彼たちに関してはまた失業が拡大してしまう。そんな中で物価だけがね、特に消費財ね、上がってしまうと、この6億人の人々はね、いずれからもう食べていけなくなっちゃうということになると、いや、それはね、もはや単なる経済問題ではなくて、深刻な社会問題と、政治問題になってくるんです。やっぱりによって大規模的な暴動も発生してくるという可能性がないわけではない。
メッセージにとってこのスタートフレッシュな、運動を行ってくるのがまず一つの話をしてて、まずこの1本目の話をしたんですけど、2本目はね、この腸腰群衆、あの群衆によるは監視、あの通報システムの恐ろしさっていう話になるんですけども、それはどういうことかとなると、まあ、日本でも、結構報じられているようにね、中国でね、あの10月の、21日の夜にね、あの中国で非常に有名な著名なピアニスト、ピアノの王子と呼ばれるあのニーさんという人、ニーオンって日本語でテイクか、ニーオンテキさんということという人が北京の公安局によってあのそういう行政拘束の処分にされたということを、中国の北京公安局が、まあ、発表したんですよね。まあ、それ日本でもね、あの結構大きなニュースになってるんですよ。ピアノの王子、愛称でね、拘束されたっていう話。いや、実は、ね、このリリさんという人はね、あの北京でね、北京の長老っていうね、ところでね、あの売春した。そこで、この徴用の文書によって、一般の文書によって、警察に通報されて、そこで彼が、拘束処分にされたということ。
を卒業する若い皆さん、あの就職氷河期を再び経験するようなことがあってはなりません。そのために思い切った財政出動を行い、雇用を必ず守ってまいります。働きたい人が働けるまっとうな社会を私たちは守り作り上げてまいります。この国を守る、インターネットテレビニュースオーカンバー編集長の山田です。本日は参加いただいた方をお招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日お聞きしたいのは、共産党と立憲民主党をやろうということで、はい、その情勢調査、読売新聞 NNN の情報調査によると、立憲が130議席を取るんじゃないかというような話もありますけど、はい、今は上の議席が50議席ぐらいなんで倍以上。そうです、相当な脅威なそうですか、ね、共産党の、協力関係を持って、共産党が独自候補に今まで広げてたのを、立憲民主党に加算するっていう形になることによって、自民党の候補と結構戦えるんじゃないかみたいなところが出てきたことに、これ大きな地殻変動が起きかねない、そういう状況になっているのは、検視しておいた方がいいかなと。その自民党にお給を据えるとか、どうしても自民党以外は避けたい、見ないな人たちが共産党というのはやっぱり注目せずに軽い気持ちで投票する危険があるんですよ。だから意外に我々としては共産党とつながってる今野党、立憲民主党にいるわけないだろうって思うんですけれど、意外に一般の方はそこまで考えてない人が多いよ。ちょっとね、自民党にお給、やっぱりね、その山田さんおっしゃられたように、旧世界的な意味合いなわけですね、もうちょっと自民党弱くてもいいんじゃないのみたいな、そういうちょっと軽い森みたいなのがね、あるんじゃないかなというのがあると思います。改めて今回はその共産党っていうのは一個危険かというのを教えていただきたいんですけど、はい、分かりました。まずですね、今回これもう明らかに野望ですよね。立憲民主党の方からすると、健全な日米同盟基軸にするというのがこの外交安保の基本になっているのに対して、日本共産党の場合は日米安保条約を廃棄するという話をしているので、これは立場的に外交安全保障という国の根幹に関わるところで意見が一致していないという状態であるにもかかわらず、日本共産党は拡大協力という形で立憲民主党を支えますという話をしているわけですから、みんなもいいんですかっていう話ですよね。日本の存立の根本とかそういうことですよね。立憲民主党の健全な日米同盟を築くというのはちょっと怪しいやつだと思います。考えたら怪しいですけど、そういうのを日本の日米同盟を引っ張っている共産党にどこに折り合いをつけるという形になりますよね。まあ一応ね、彼らは、いや、我々は日本共産党としては連立を組んでいる間は、そのことは言いませんと一応は言っているっていう形にはなりますけれども、じゃあ日米同盟体制というのがより強固になるようにしよう、この中国との関係において、我が国の防衛能力をより高める形で日米同盟を進化させようということに関しては、明らかに足を引っ張るという動きをするっていうことになるはずですよね。別に、日米同盟をやめようと私たちは言ってませんよって言いながら、でもそこのところで同盟を進化させるような動きというのは必ず排除するという形で動いてくるということは間違いないですから、そういう観点から言って、これはものすごく危険な動きだというふうに見るべきではないかなと思います。もちろん日米同盟だけじゃなくて、例えば我が国の自衛隊についても、まあ否定的なスタンスじゃないですか。そうですね。
そのことで言えばですけれども、藤野康文、日本共産党政策委員長、まあ、当時ですけれども、自衛隊の予算は人を殺すための予算だみたいな感じのことをボロッと言ったりするような感じのことがありましたよね。あれが共産党の本音ではあるので、はい、そういう形で自衛隊を捉えている、我が国を守るための大切な戦力なのであるっていう、そういう位置づけっていうのを、日本共産党はしていない。でそこのところっていうのはすごくこの我々のその日々の暮らしを守る、私たちの生命や安全、それから財産を守る、そういう観点で言ったときに、はなはだ心もとないことになるのかなと思います。はい、これ初めて知ったんですけれども、はい、日本共産党って、痴漢に対して結構厳しい、はい、そうなんですね。で、10月13日ですけれども、小池書記局長がですね、はい、その参議院本会議の代表質問に立って、痴漢被害に本気に取り組むことを政治の課題にすべきだみたいな感じのことを、まあ、言ってですね、でもこの痴漢撲滅的な感じのことをかなり強烈にプッシュしているというような形になっているわけです。でも痴漢撲滅っていうのは悪いことじゃない、もちろん悪いことなんですけど、はい、その点で引っかかるのは立憲民主党って痴漢とは言わないまでもその結構なんですか、スキャンダルというか、うん、世間のスキャンダルがいいんじゃないですか、うん、ね。もうだいぶ前になったんでちょっと皆さん忘れかけてるかもしれませんが、葛飾議員でいましたよね、あれはもうね、その、女性支持者を手を引っ張って、ホテルに連れ込もうとするとか、あ、それから何ですか、タクシーの中でなんか、まあ、ちょっとこれはちょっと口にできないようなことをやろうとしたりみたいな感じのことが発覚したみたいなことがありましたよね。で、あの時も、その立憲民主党の執行部の対応ってものすごく緩かったっていうのを覚えてらっしゃいますかねって聞いたんですよ。あと最近だと本田議員っていうあのオリコン発言とかありましたよね。総選挙の前でも立憲民主党の推薦、公認で出ようとしていた候補者が、まあ、そういうセクハラというか、そういう事件を危ないツイートをしていたみたいなのを繰り返されたんですけど、そうなんですよね。そういう変態の巣窟とも言える立憲民主党、共産党、ここでも折り合いをどうする。そうなんですよ、全くその通り で、立憲民主党のあの候補者のツイートって別に最近時の、ね、最近あったっていう話でもなく、何年も前からそういうツイートが繰り返されてきててっていうことがあって、で当然そういう人間であるっていうことが分かっていながらですよ、自分の党のその国会議員の候補として擁立するっていうことをやっているっていうことが考えれば、実はそういう観点においてのその意識の緩さっていうのはちょっとなかなかじゃないねっていうことになるじゃないですか。まあ、最終的に愛媛4区でしたね、のところで出てくることになっていますが、ここは、結局事態みたいな感じで、立候補できなくなりましたけれども、横山1区の原田健介、候補とかは、この状態であっても、もう僕からすれば、杉山さんよりもっとやばいんじゃねっていうことをやっているにもかかわらず、結局候補として擁立されるということがありましたよね。こういうところに問題を持っているそういう政党と、痴漢は絶対に撲滅しなければいけないと言っている政党が手を組めるんですか、そこの分離感ってどこにあるんですかっていうのはやっぱりね、強く言っておきたいと思いますね。そういうところに残ったらそうですよ、政党さんとか人間の問題に粛清していくそれを目指してるはず、まあまあ、それはそれでまた楽しいですけどね、はい、まあ、そんな感じで共産党に関してはそのすごくもともとですね、その民主主義を、根本的からちょっと否定するような形の発言というのが割と多くて、まあ、よく言われる形で言えば敵の出方がっていうような感じでですね、敵の出方がどうなるかわからないとか、取られたりは取ったりならないんだっていうのは絶対に言えないみたいな、まあ、そういう主張を、繰り返してきた政党でもあるわけなんですよね。はい、で、もともとの共産党の理念から言っても、マルクス・レーニン主義の理念から言っても、プロ
タリア独裁というのを外せないという、でそういう形での政党でもあり、はい、でそういう私たちが普通に考える民主主義というのを、あれなのは民主主義じゃないと言って否定して、でそういう形の中でそれに変わる、ある意味彼らにとっての真の民主主義なるものが、プロレタリアと独裁によって成立するみたいなね。まあ、ちょっと信じられないような、普通の常識からしたらちょっとわからないような、そういう主張をしている、根本のところに、警戒心を持たない形で、その連立を組もう、国外協力であるにせよ、一緒に組もうというのは、本当に危険だなというふうに僕は思います。先のデカカロンで言えば、はい、独裁に対する、本当に主主義がこれから独裁であると。でも、もう一つ、その獲得する手段ですね、それは暴力革命なのか、平和的な意向なのかと。今、最近その共産党はソフト路線を向き向きは持っているので、はい、まあ、平和的に、選挙によって共産党のある時に民主主義を目指すということなんですけど、はい、で実際に暴力革命というのは公表には明記はされていないんですけども、はい、これはまだ維持されると、されていると思うんでしょうかね。そうですね、まあ、一応それは何て言うんですか、共産党のその連続性みたいな形の中で、引きずらざるを得なくて言っている部分もあると思うんですね。あの要はその歴史と伝統を否定できないということがあるから、ただ実質的に彼らが今、その暴力革命になろうとしているかといったら、おそらくはそうではないと思うんですね。で、僕は例えば平和的に政権を取った後のことが私はむしろ心配で、そこでじゃあ普通に政権取ったからそれでいいんですかって言った時に、その段階からプロレタリアート独裁 その原理に従ってですね、でそれでもってこの体制を潰そうとする勢力の言論は排除しなければいけない、ね、そういう我々の民主主義に対して敵対的なものを抑圧しなければ反革命になってしまうという議論を持ち出してくる可能性というのは、これはね、私たちね、軽視してはいけないんじゃないかな。でも、まあ、現実的なところで言うと、例えば言論統制が強まったりとか、うん、そういうことやらないと強まったりとか、っていうか、予算できなくなったりとか、そういうこと、そういうことが起こりうる。彼らは権力を取ったら、そういうことをやりかねないところなんだっていうのは、これは警戒心としてきちんと持ってない。どこがいけない。中国、北朝鮮まで、うん、まあ、そのことはないかもしれないですけど、まあ、今は文人政権、サバ政権ぐらいの言論統制は全然できない。普通にここに来るというふうに僕は思った方がいいと思いますね。最後に聞きたいのが、うん、この立憲民主党と共産党、うん、この連携、このパワーバランスというのは、うん、もちろんこう立憲の方が、うん、大きいわけですけれども、うん、共産党に引きずられるというか、こっちの方が強い。うんっていう印象があるんですけど、なるほど、どれくらい引きずられるのかっていう、要するにですね、国会で多数を取るためにはキャスティングボードを握るところが強くなるんです。自公連立っていう形になってても公明党に反対されると厳しいねっていうのがあるから、やっぱり公明党の言っていることに対してかなり譲歩しないと、その不安が止まらないみたいな感じのことがあるのと同じようなことを考えた場合、うん、立憲民主としてはこの程度って思ってても、共産党の側が、いやいや、エムロイでしょ、もうちょっと変えないとダメだよっていう形になったときに、共産党の側に引き継がれる形で政策運営が行われるというのは、これは間違いないということなんですね。で、それを狙っているのが今の共産党の路線であるというのは、これは明確に私たちは理解しておかないといけないんじゃないかと。枝野さんは迫害協力であるあくまで、迫害だと、まあ、強調してますけども、共産党がその立憲民主党その紅白を本化してどうしますと、どういうのは立憲にだいぶ有利な条件じゃないですか。でも共産党が一方的にそんな立憲に有利な条件で済むわけがないですよね。ないわけ。政府後にもちろんそれより2倍3倍10倍の見返りを求めること前提ですよね。当然そうなるということが、うん、もう自分たちで、ね、読めているから、でそのことを表に出さなくても多くの人は誤解してくれると思っているから、だからそういう政策を打ち出していると考える方が私は自然であるなと思っています。なるほど。ということで132席、うん、一見が取っ
こで住んでくれればまだいいんですけどね。さすがに今ガーズ取って全然問題ないからったらもうねやっちゃいますけどね。本当にねそうならないとはもう思ってますけど、まあまあ万が一そんなことが絶対に起きないように本当にね有権者の方から考えて行動していただきたいなというふうに思います。はい、ということで10月31日投開票ですが、有権者の方分かりましたので正の判断を期待したいと思います。で、ちなみになんですけれども、はい、浅田さんのこのチャンネルが、はい、YouTube で解説されたようで、はい、そうですね、ありがとうございます完全に新しいチャンネルという形で、始めさせてもらいました。でちょうどですね、日本共産党と民主主義の関係のことについてもですね、かなり分かりやすい、動画を上げておりますので、ぜひ皆さんご覧ください。毎日行こう。そうですね。毎日更新を頑張っていこうと思います。はい。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。よし、ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。それでは。